モズカオルダカは、日本の社会起業家、NPO 法人アスクネット創業者兼顧問、一般社団法人、アスバシ代表理事、愛知県高浜市生まれ、名古屋大学大学院、人間情報学研究科修了、1999年愛知サマーセミナーに参画、2001年若者たちと社会をもっとリアルにつないで、行きたいという思いから、 NPO 法人アスクネットを設立。2005年経済産業省とともに、全国のキャリア教育推進の中核コーディネーターとして、キャリア教育コーディネーター資格を創設。2012年、すべての若者が、明日の社会の担い手になるための架け橋を、と、一般社団法人、明日橋教育基金を設立し、高校生への教育投資を行える。 社会構造づくりに取り組んでいる。名古屋大学在学中に若者が夢や目標、アイデンティティを持てない日本の教育に危機感を持ち、卒業後に NPO 法人アスクネットを創設。学校と地域の間をつなぎ、キャリア教育などの教育プログラムを学校で実施する教育コーディネートを全国に先駆け事業化。2007年より、 経済産業省のキャリア教育推進の中心となり、全国へと波及させ、キャリア教育コーディネーターの認定制度へとつなげる役割を担った、国や愛知県の様々な政府の諮問委員会を歴任。現在は愛知県内の公立私立35の高校にて2000名を超える高校生のインターンシップを普及している。また、 高卒就職を一足早く社会に出る点をメリットとして見直す。早かつキャリアを推進し、日本の18歳の進路選択をより豊かなものに変えていくことに取り組んでいる。ありがとうございます。